震で被災した石川県の酪農家を支援しようと、県の酪農団体は牛乳の売り上げの一部を寄付する取り組みを始めました。県の酪農団体によりますと、元日の地震で石川県内では牛舎が倒壊するなど12の酪農家が被災しました。再建を後押ししようと、県内で生産された牛乳1本あたりの売り上げのうち10円を被災した酪農家へ寄付するということです。牛乳とても栄養価ある、良い、飲み物ですので、1日1杯、まあ、1杯以上飲んでいただけると僕らとしても嬉しいです。また春休みで学校給食がなくなり、牛乳の需要が落ち込むため、消費の拡大にもつなげたい考えです。